あーちゃんのキラキララジオはい皆さんこんばんは焼肉大好きあーちゃんとイラミナ正気ですはいこんばんは大好どうでしたあのバレンタインはもらったはいあのー、昨日僕一日休みだったので家から一歩も出なかったんですよであのまあ嫁からは一応その<ー>いただいたんですけどいい、ね、市販のやつをねあいいね,いいねうん、うん でいただいてありがとうっつってたんですよねで今日先ほどこのさっきですけど FM 講座に出勤してきたらあのいただきましたよ僕にっつっていくつかうれしかったですねいやもう1日過ぎてるからさ全然もうそんなもらうつもりもなくなんかまあ別にもらえなくてもとは思ってたんですけどやっぱ急なことがあると嬉しいもんですねごめんね今日忘れた <laughs> 本当に忘れた、本当に信じて冷蔵庫に入ってる、あのあれだよ、クランチク,クッキー、本当だよ、<laughs> 外持ってる <laughs> ええ、<laughs> はい、ま,はい、まあいいでしょうということでこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは761アットマーク FM コ o ドット JP ファックスは098-934-8653ですまた FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいツイッターも連動してますよ 皆さんたくさんツイートしてくださいよろしくお願いしますそれでは一旦 CM でーすああうーん 今日何でしたっけバレンタインでしたっけ<ん>テーマ手はしたけど別にバレンタインにこだわらなくても大丈夫だよ じゃあそろそろろいくよはい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 ,い,いえいバレンタイン <laughs> <laughs> まあ勢いで言うのは悪くないですけどもう終わってますからね <laughs> 昨日でしたもんねどうだったのバレンタインあげた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 あげ,げまくったあげまくったあげまくったあげまくった一人にあげまくったうんまあ旦那さん旦那さんにねあとあと旦那さんの職場の人にビールの詰め合わせとか ちょっとできる嫁でしょう <laughs> <laughs> あなた先週の話何も覚えてないですね <laughs> 無駄無駄あそうまあまあ一応そういうことやってたわけそう,そういうことやってで旦那さんにもとりあえずちょっとは手作りしないとなみたいなお菓子作りがあんまり基本的に好きじゃないんですよあそうなんだこのちゃんと分量測ったりとかはあ、はあ、このきっちりやるのができないからはあ基本あんまり好きますまあねあんま得意じゃない何作ったのあの チョコレートとかしてはははいいい出ましたよコンフレークぐちゃぐちゃにして入れてははははいいいい固めたやつもう絶対まんまがいいもうちょこっとコンフレークもらった方がいいそれをちゃんと関さんの分持って作ってたんですけどあそうなんですか今日はちゃんと忘れたんでもうはいはいでも来週腐ってんでまあもうあなたの腹の中に入れてくださいそうですねでこれだけだとやっぱり旦那さんはあんまり甘いのが好きじゃないんですよあそうなんだだからあののペヤングうん 激辛みたいな焼きそば見つけて、うん、それと、うん、あと自分が食べたいチョコを3つぐらい買って、うん、それを1つの袋に入れて渡してであの「昨日カツカレーにしたんですよ」あ。いいいじゃないで,すかでこのカツもちょっとハート型に切って「バレンタインだよ」っつって。 完全にあなたの食べたいもんレパートリーじゃないですかそれ <laughs> そうそうまあそうなるんだろうなでもなそう美味しかった自分で買ったチョコ最高に美味しかった <laughs> 自分が食べたいもん買うから <laughs> そうそう <laughs> あそうまあまあバレンタインね <laughs> 昨日まあもらった方ももらうそうでない方も大勢いらっしゃると思いますけど、うん、まあいい一日になったんじゃないですかねそういう意味ではねねわかりませんけどねあ<ー>あそうバレンタインのお返し何欲しい土地土地でいい <laughs> いいね、土地、軍用地。軍用地。ね軍用地。軍用地違うわ。そんな限られた場所の土地とかないね、大体土地で断れや、それ。土地か、でも土地。土地よりも。あれがいいな、もう出来上がったアパート。出来上がったアパートで、住居人もいて。それぐらいのやつだったら、もらってもいいかな。バレンタイン農家やし、アパートっていうやつ、俺嫌やさ。いやいやいや。まあ、やっぱりもう物の。 物と気持ちで返したいですから。ああ、ですよね。うん、何がいいんでしょうね。何、何もらったら嬉しいとかあるこれホワイトで近づいてから話すべきかいや、でもね、ホワイトではね、うん。ディナーに連れてってほしい。うただ、<笑><笑>ちょっと高くない嘘。う<そ>だって、ほら、うん あなたには当然返しませんけどもらってないからもらった方々には一応何かお返しをしないとなっていうのはそのバレンタインの当日から男はもうあれですよなんかもう貼り付け状態なんですよああ行ったら覚えとかんといけんわけですよ返す人なるほどなるほどで何返せば正解なのかなって思うわけで本当はもうみんなに同じやつポンポン返したいけどそれぞれある人しょ欲しいのかはいはいありますね例えばあちゃん何欲しいとかあるの できたらね、うん、あのねちょっと有名なところのお菓子、うん、わかるどこどこの何々みたいなやつのし高いんだよだからよん <laughs> <laughs> やばそれ買いに行かないといけないわけでしょわざわざ、うん、お取り寄せしないと取れないやつやめろよそういうの沖縄には売ってない <laughs> 1か月あるからなそうそう,そうもう早速私はもうお願いしました何を<ー>ポチッとしました<を>あのロイズっていう北海道にある チョコレート屋さんみたいな、はあ、お菓子メーカーのチョポテトチップスにチョコがかかったっていう商品があるんですよあ,あそういうのあんのそれを、まああの「よろしくお願いします」と言ってこれ700円ぐらいするんですよあまあチョコレートで結構すんね<さ>それねそであとルタオっていうこれも北海道なのかなケーキ屋さんの、はあ、もう濃厚なチーズケーキをもう <laughs>、まあ、よろしくお願いしてもう今。<laughs> ってます今週土曜日届きます早くねえかさ何渡した瞬間これ欲しいみたいな話になったわけいやまあ私前からですねやめろよ日頃からあれ食べたいな食べたいなそれお返し何かなってんかさ楽しみに待つみたいなのないのなかったなかった。まあ女性の手口なんでしょうかねわかりませんけどねいつも迷うんですよねでも大体どういうの いつもげてるのはお返ししとたらまあやっぱお手軽なお菓子とかになっちゃいますけどねああそっかうん1ヶ月あるから忘れちゃうのよああまあ直前まで思い出すよ一応ホワイトデーだねなんつって周りの女子が騒ぎ出すから「だっだだだタ」つって慌ててコンビニに駆け込みますけどまあそれとは別にやっぱりちょっとなんか考えておきたいなとは思うのああなるほどねうんはあまあでもね 楽しみですね、ホワイトデーがね。<laughs> あなたにはないですからね、もらってないんですから、僕。<laughs> ノリある、ノリある。いや,いやノリいでで解決しようすんなよ、そのノリあげるよいや、じゃあ。<laughs> 1ヶ月熟成したやつ。あまあまあまあ、そうですか。まあ、1週間どうした ?1 週間ね、うん、うーんあ土曜日はね、はいあの、ステーキ食べに行って。 贅沢やろうですね。いっ300あれあなたにしては少なめじゃないですかまあねまあダイエット中だから。あっダイエット中だから。ちょっと気にして3 0 0ムででお米は食べなかったんですよ。えらいっしょ。あなたがあなたが私があなたと私が夢の国。え夢だかじゃちょっと何言ってるか分からないですけどえ米なしでステーキだけ食べたわけそう米なしで。 サラダはいいっぱい食べたけどね無理したたな結構無理したよしよかもそれもさ昼の5時ぐらいに食べたわけ夕方5時ぐらい、はいはい、そっから朝までも何も食べないもう完食も一切しないえー、すごいっしょどうえっダイエットあダイエットダイエットダイエットストレートなあそうそうなん、まああの炭水化物抜けば痩せるみたいなことよく言われるからね本当でもさ前 ピークがピークだった時から始めてちょっと今、おっさんですよ。え、今何キロなのろで今、43ぐらいなんですけど、おっと、あぶら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 、俺よ、よあなたとこうやって喋ってる間に女性の体重嘘なんだなっていうことを学びましたから、何が43キロかや、そう ?43 だから、でもそこで今43で止まってる、どんなに頑張って、甘いものも本当に一切口にしてなくて。ううんん 感触も全然しないけど、今ちょっと停滞期っていうんですかね。ああ、じゃあそれ続けてたら一気にカーンってまた減る時が来るんじゃない<ジ>もしかして。マジ？だからもう夢の四十キロ台ですよ。今五十三だったらさ、うん、ちょっと三回。 3キロぐらい落とせば4 0キロ台になれるわけですから本当はあ痩せたあなた見てみたいもんですねああもうやばいと思うよげっそりしてるんでしょうねう、まあ、あの最近このお姉ちゃんの旦那さん、はい、お兄さんとお兄さんとああさん、ね、みんなで飲んだんですけど「うんうん、なんであと5キロ頑張ればいいのに」って言われて「えっえっ?」と思って「マジ?」と思って <laughs> いやあのそのふわっとした感想なんかあかって えって思うあそうなんでその話出してきたのまあでもやっぱりねまあ言っても一緒に番組もやってるし近いじゃないですかだからねまあ何か頑張ってほしいなっていう気持ちはあるありがとうございます寄せたあなた本当に今より素敵になるんだろうなって思ってる本当。でもガリガリはさやっぱ違うと思うよ自分の中では健康的なやつがああ健康美人だそうそうガリガリって まあ目指してないわけけでもないいどやいやあのねこう言ってはなんですけどガリガリの女性どうかと僕思ってるんですよあ男子全般思ってるあガリガリはちょっとダメだめダメダメああやっぱりまあそこそこ肉つきがあってそこはちゃんと胸の方についてる前提でしょああまああればよしだけど胸は別にそうでもないですよあマジうんうん全体的にね全体でほら やっぱり柔らかいのが女性って僕、再三この番組で言ってきてるじゃないですか。なるほどね。だからね、痩せすぎるとね、ちょっと硬いんじゃないかと思っちゃうのよ。ああ、なるほどね。うん。でもさ、持ち上げたりとかした時楽じゃないああ<ー>。持ち上げてやるときとか。ほ <laughs> らどうでしょうか <laughs> な、なんてやんか、それ。<laughs> 48のうちのなんてめの話してる <laughs> いいんですよそういう話はダイエットね俺もね最近ちょっと太っちゃってねええぞどこかもうお腹が出てきましてねうそだからそれを何とかしたいなと思ってんだけど待ってステキさんは基本一日3食ええ間食入れて3食って感じえ間食ってどんな間食カップラーメンとか食べるからえマジうんうんって朝は食べないよね朝食べないで昼昼食う米も食べる昼米食う えで夕方に間食なんかを夜は何時ぐらい夜は1時あ違う二時ぐらい夜って夜中の2時 2> うん、うん、え何食べるの 2>, ?2 時3時ああ一応その夕飯の残りもちょっと待ってどんな生活してるの <laughs> 待って 2>, 何がよ2時とか3時はもう夢の中かベッドの上で運動してるからいえ僕ここ基本1時ぐらいまでいるんであなるほどそっから家帰ったらもう2時前ぐらいになって 買うのよだ,だからまあまあそういうことですよでもなんかすいてうんはあそれでこの体型キープうんいいなちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってねツイキャスちょっとい、あのー、見ていいあどうぞはいあのー、レナさんがお子さん生まれたみたいですね、うん、すごい あの、生まれるっていうのは聞いてたんですよ、先週。うんうん。無事に生まれたってことですね。あっ、あだ。息子にミルク飲ませて疲れたんで、FM 小座見に来ましたって。わー、ありがとうございます。ええすごい。おめでたいですね。昨日生まれましたって。あ、昨日男の子なバレンタインの日に。絶対モテるやし、こいつも。やばいね、やばいね。 絶対もらえるバレンタイン誕生日だろプレゼント大体チョコやしええ。あそうすごいねあらちょっとあやかろうあやかろう名前当てるあいいねなんと思うえっとねバレンタインに生まれたでしょうんやっぱねちなんでると思うんだよねバレンタインにああまあ確かにな俺浮かんだのあれッサさじゃあどうぞバレット待って待って

よし,よし上がよし <laughs> センスよ一四 <laughs> だろ石、石、<laughs> 石を石よ <laughs> かわいそう、かわいそうよよいるかもしれんだろ えー、でもそれはおめでたいですね,ね青野群馬さんあーちゃんもレナさんに続けよし、はいはい、レナさんからいっぱいパワーもらって、まあまあ、こういうのはもうタイミングですからねあなるほどそうですよねだ、まあ、からもうレナさんのタイミングですから確かにこれはもうあでも本当に素晴らしいことだと思いますねすごいね昨日本当に生まれたんだええー、言ったら、まあ、昨日生まれたんでしょ、うん、うちの娘と同級生ですようわっあそっかう,ん、うん、うわっ しかも娘とむあらあやばやばい大丈夫じゃいずれは僕もレナさんギリのギリの父っていう分からんけど分からんけど状況がわからんかったどうどういう状況だ俺も言っててよくわからなかったびっくりした怖かったなんかやばいなそうあでもそれをめでたいニュースですね嬉しいねそういうのを聞くとねでもやっぱどうなのやっぱん こういう行事に生む生まれるっていうその子はやっぱもらえるからいいよね何かしら絶対もらえてああ覚えられやすいっつうのはあるねあいいねあだからもうプレゼント重複して、うんまあ、本人からしたら<あ>、まあ、あのお祝い事が少ないからみたいなことを言う方もいらっしゃいますけど、うんうん ああなるほどね。あなたなんてほらえっとあなたは一月でしたよね。覚えなくていいいやの。一月十八。でしたでした。先月でしたね。ですからまあそんな被ってないでしょ。僕も被ってないんでね。あそっあんまりそういう気持ちわかりませんけどね。わかんないね。まあでも素晴らしいことですね。蓮野さん。関さん怖いよって。ねな。怖いよ。この状況な何やって いつの会話なんだこれは本当に。でもすごいね神秘だね。新しい人が生まれたんだからね。いやもう本当に奇跡だと思います。奇跡ですよ本当に。だってさ卵子っていうものはですね、二十四時間なんですよ。どういうこと？あの持っているの生命卵子の生命。卵子の生命？卵子女の女性側の排卵した日の卵は二十四時間っていう噂なんですよ。 な、何の話 <laughs> これ<の>、これ、俺、わかんない、ね、マジで全然。<laughs> え、卵子だから、あのー、男性の、はい。あれが、カルピスが到達するまでに、カルカルチャンスは24時間しかないんですよ。濃いめだろ濃いめのだろ濃いめの。すごくないそれがさ、すごいと思う。私は最近そういう勉強してる。<laughs> <laughs> あなたもっと他にやることあるでしょうよ、いろいろよ。何の勉強改めてしてんのよ。もうすごい勉強してる。そういう意味では男子保健体育苦手ですからね。体育は得意だけど保健は苦手。嘘。うん。わかんないもん。だってあの、女子とかさ、小学校の時に男子教室から出されて女子だけいて、っなんかその、そういう勉強あんでしょうもう男ないからね、そういうの。え嘘。ないないない待って待って、嘘、本当ないよないよ。ないけど、 ないけど、うん、やることやわあは覚えていくんですよな,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 なんで,なんですごいね生命,生命の神秘わ <laughs> からんけど <laughs> ほら卵割れたらひよこは最初見たの親と思うように <laughs> 嘘生命の神秘です私中学校の時にありましたよこの授業男子と一緒に、うん、すごい授業でした今でも覚えてるもう忘れられない授業があった男子も一緒にやるわけそう男子も一緒にいてしかも男子とペア組んでうん 女子はバナナをも、男子はバナナを持つんですよ食べれる普通のバナナ <laughs> バナナ持ってそれを女子がゴムをつけるっていう授業しましたよ <laughs> すごいすごかったよ矢の学校どこかマジで <laughs> あの奥の山の奥の <laughs> <laughs> ふざけるなよマジ、ま、そんな学校あるかやで授業終わってはいいいよバナナ食べたい人食べてみたいな食べれるかやそれかで私あの時食イズ張ってたから、うん、食べたいって一人でこう食べてたけど、まあ、みんなドン引きしてた <laughs> 怖いよお前 <laughs> え、何それ。恥ずかしいでしょうね。ちょちょ全然分からんけど、それ、先生も、はい、女子、冷たてないで、優しくね、というわけこれ破れないように、こうやって、とか、先生も見本で見せて、で、はい、男子とペアなって、隣の人とペアなって、男子バナナ持ってって言われて。男子、死にます先生もどうかと思うやつ先生の見たいわ、逆に。あれ、幻なのかな業ある？でもあれ、多分、中2か中3ぐらいの時にやった。 いやいやいや,いや中2か中3でその授業は危ないよ嘘でもちっちゃい学校だったからもうほんと女子と男子、うん、プールも一緒だったし体育も,も一緒だったしああ,あそうなんだ、うん、だからもうこういう授業も一緒にみたいなやばいだろその授業まあもう分からんけどね,ね気のせいかなあれ幻だったのかな <laughs> 絶対絶対やりたくなるやつさらさ 結構やばい中2とかってやばいやばいよや中やばいよや中中がもうこうとかも持ってのほかうそ小でギリだ小でギリそんなもん小学校でコンドームつけるのを覚えてる女子もどうかと思うけど確かにねメッセージ頂いてるんでちょっと紹介してまいりましょうかはい行きますはいはい待ってくださいね新人ュウガツットさんすごい学校だバナナってなあ うん、だからもうそういうことなのよメール頂い,いてるんで紹介しましょうねうお願いしますほら、えー「キラキラネームはだめよ俺の息子小一のクラスメートにキラキラネーム大岩くさ、うん,漢字,なんて読め漢字なんて読めんよや」と、うん、いうことで青の軍団さんから頂きましたねうん、うん、ああ確かに多いですよね最近今ねまあまあそれはもう人それぞれですよ、うん、やっぱりあの流行り廃りありますからね、うん、人の名前にも。 うんまあでもそれはいいと思いますよやっぱりもう親が最初に子供にあげるプレゼントってことでしょう。あそうだね素敵なプレゼントだねだからナさんはバレットっていうプレゼントしてるわけですからバレンタインにちなんでそうそうバレンバレットバレンとか呼んであいいじゃないですかちょっとんかあれ外人かなうん何もよくない何もよくないあとで謝ろうぜ二人でな もう一つ青の軍団さんですね。はい、お願いします。俺なんかの時は男子は体育館でバスケットして、女子はビデオを見てたぜっていうことですね。ああ、さっきのあの保険の話ですよ。小五ぐらいの時ですよね、それはね。ええ、小五か小六だったと思う。うん、あったあった。なあ、あったね。懐かしい。であとでその女子に何見てたばって聞いても全もなんもなんか教えてくれない。 懐かしいね一応ちょっとは分かってんのよ<嘘>男子も気づいてんのあれだって小五小六でしょああそうそそれもう子供の作り方知ってますから嘘、そマジそれは知ってますよマジかあの男子って大変なのよなんで道にエロ本落ちてたらそれを拾ってみんなで読むんだから<あの> <laughs> どうすんのみんなで読んでさ、うん、一人だけなんか大きくなったらどうすんのみんな大きくなってるよ <laughs> う 平平等平等だよどうすんのそういう時どうするの何がよどうやるのどうすんのそこであだ,らんつくあだ名つくやついるよ <laughs> ゴリラーマンとか分 <laughs> <laughs> からんけどじゃあもう帰ろうぜみたいになるの、うん、う帰らんばよ分 <laughs> からんけど <laughs> ま,まあいいんだよそういう話は <laughs> でもいいな,なんか楽しそうっすね男子の世界あまあ男子はもうそうやって学ぶしかないないからねだってさ自由にさ18金とかもいけるんでしょタヤとかの何が ?18 金コーナーとかあるさ <laughs> けるんあのカーテンカーテンカーテンの先に何があるの楽園いや楽園ではないなあ、そうラビリンスだどっちかっつっらラビリンスか多すぎんだよマジか選べないえ嘘そうんうんうんでもさもうやっぱ飽きるの見たら飽きる飽きる飽きるうんどんなもんでも飽きるよほらやっぱりその先を見てるから男子はかっこいいかっこいいうんやっぱとどまらない いつまでもその先を見つけたそれが男子ですからあなるほど今日は良かったいいすごい偉人な方にインタビューできて偉人偉人偉人でいやもっとないば言葉緊張したよ今偉人いやでも男子がさそのはい女子教室から出てつって男子だけ残って実はねこういうことがあるんだよってさ教わったらちょっと嫌でしょ まあね。もうその後の教室ムアムアしてるし。ちょっとね。ピンクの色が。ピンクで。だからそういうまあ女子の特権ですなそういうのはね。まあでも女子は自分の体のことですからね。まあそうですよね。やっぱり学んだ系ですよね。学んだ系ですよね。安野君ださん。拾った絵本は二三枚ずつ切ってから持ち帰って実施トレしてたや。 経経験験ああるる昔透明な下敷き下敷きが2枚ひっついてるみたいなやつで中に女の子とかがアイドルの写真とか挟んでるやったらさあれとかにみんなエロ本の切り抜き入れてたよ。わからん。わからん。あそう。漫画とか漫画とかも漫画はねあんまり入り口としてはなかったやっぱ写真だった。 やっぱり水着とかねあ<ー>なんかそういうセクシーなポーズのねなるほどねすごいねあ<ー>みんなこうやって大人になっていくんだねいやまあそういうことですよそうだよね、まあ、あなたも早く本当にね一日も早く大人になっていただいて <laughs> だからよダイエットも成功してほしいなとは思ってんすよ、ね、僕も成功したらどうしよう成功したらどうする踊りくる やめようぜなんかもうちょっとセクシーなあのブラジルみたいなよく来てあサンバみたいなやつサンバやりたいんだサンバやろうかじゃサンバやったらくびれ完全できると思うけどねあの人たちの腰振りすごいぜマジでやばいね持たないと思う俺自分何がよりか何がよいいよや さあ、朝ああま、はい、今日もいろいろお話ししてまいりましたけれども、はい、今夜の一言お願いいたしますはい進行 <laughs> <laughs> のよこの,このコーナー大丈夫かな声が小さくて何て言ってるかよくわからんいよこれ <laughs> まあ、やまあ来週もまた頑張りましょうねはいということで今日も楽しかったです焼肉大好きあーちゃんとイラミナいきでしたバイバイありがとう